勇者シオンが地獄の門を封印してから3年、畑に入ってきた悪魔は屈指したぜ。世界を救った男がこんな簡単に、あ、死んでる。え、どうなってんの。まるで勇者じゃねえか。なんて美しい大根、まさに理想的なフォルム。なんでこんなのが幼馴染なんだろう。飛行を勇者シオンの姿にしたのはこの私だ。3年ぶりですね。お元気でしたか。アンリとは一緒に世界を救った仲さ。お久しぶりです。飛行にはこれから勇者として世界を救ってもらう。誰がやるかめんどくせえ。見て、勇者様よ。勇者様素敵。この姿なら世界中のむっちり太もも美少女にギースを吐かせることもできる。テレビアニメ勇者が死んだ、2023年4月放送。そろそろ本気出すか。